こんにちは、ハイズラボです。前回の動画で液晶パネルの接続ケーブルの交換とハードディスクから SSD へ交換したことで快適に使える1台に進化しました。ここまで来ると CPU の交換もしたいのですが、この東芝 AZ15TW に搭載している CPU はセレロン 3215U で、番号の最後に U がついている CPU はマザーボードにハンダ付けされているため、相当な技術や専用工具がないと交換できません。ということで CPU 交換は諦めて、今回は CPU のグリス塗り替えをします。それでは作業の方を進めます。まずはプラスドライバーでバッテリーのネジを2箇所外します。バッテリーを取り外します。プラスドライバーでカバーのネジを1箇所緩めてカバーを取り外します。プラスドライバーでネジを10箇所外します。内蔵の光学ドライブを外します。爪を折らないように注意しながら底面カバーを取り外します。プラスドライバーでヒートパイプのネジを4箇所外します。プラスドライバーでファンのネジを2箇所外します。ヒートパイプとファンが一体となっているので、ファンのコネクタを外してヒートパイプとファンを外します。よく見ると、きれいに CPU がマザーボードにハンダ付けされています。CPU の古いグリスをエタノールやアルコールが入ったウェットティッシュ等で拭き取ります。ヒートパイプの古いグリスもエタノールやアルコールが入ったウェットティッシュ等で拭き取ります。次にグリスを塗ります。以前の動画でも使用しているクマさんグリスを使用します。 CPU の銀色の部分に米粒程度のグリスをつけます。ヘラを使ってグリスを薄く均等に塗っていきます。グリスを塗り終えたら、ヒートパイプとファンを取り付けてコネクタを挿します。プラスドライバーでヒートパイプのネジを4箇所締めます。プラスドライバーでファンのネジを2箇所締めます。底面カバーを取り付けます。プラスドライバーでネジを10箇所締めます。途中で内蔵の光学ドライブを取り付けます。カバーを押し、プラスドライバーでネジを1箇所締めます。バッテリーを戻します。プラスドライバーで
バッテリーのネジを2箇所締めます。これで完了です。実際のところ CPU グリスを塗り替えても効果はあまり実感できませんが、今後使い続けていく上ではこの塗り替えは有効な作業だと思いますので、 CPU の発熱が気になる他の部品の交換ついでに CPU グリス塗り替えはおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。